はい。今ね、遊んでるの。本日来た、デッドバイデイライト。の、プレイステ4版になるんですけれど、はい。今はね、どういう状況かっていうと、うん、木と木のね、間に挟まってね、バグって動けないですね。あ今どんなことやっても動けないし、攻撃しても動けないっていう、状態が続いてて、うん。普通にね、逃げる方、サバイバーの方だと、鬼にね、 あのー、サバイバーでもね、あの、引っかかったことがあって動けなくなったんですけど、その場合はね、あのー、殺人鬼に捕まることによってね、抜け出すことができたんですけど、あの、殺人鬼ね、もう動けないんで抜けれないですね。はい。なんで、あのー、今ね、二人倒したところなんですけど、まあ、早くね、サバイバーの方にクリアしてもらいたいんですけど、まあ、あの、サバイバー側はね、 あの殺人鬼がまさか木の上に挟まって動けないっていうのがね、わからないので、多分、あの隠れながらね、来ていて、あ、いますね、今、開けようとしてますね。うん、隠れながらね、やってるんだと思うんですけど、もう全然 <laughs>、何もできないんで、はい、あの、一応ね、こういう箇所、何箇所かあって、うん、の、狭いところね、たまに挟まります。今、どういう状況になってるかわかんないんですけど、見た感じだと。うん、早くね、修正の方してほしいなって感じなんですけれど、 あ、抜けてくれるかなうん、行ってくれたと一人。まあ多分ね、行ってくれると思うんですけど、たまにね。お、まあ一応勝利になったんでよかったんですけれど、まああんな感じでね、勝ってから、まだ一日、始めてね、まだ数時間しか経ってないんですけれど、数箇所、ああいう現象起きました、もうすでに。で、まあ、あれが起きちゃうとね、まあどうすることもできないのかなっていう状態になってしまうんで、 まあ気をつけようはないんですけどね。一応参考までに動画にしてみようと思って今動画やってみました。はい。まあ、この辺で今回は動画の終わろうと思うんですけれど、デッドバイデライト。今ね、あのー、サバイバーでやると人が少ないので、今の時刻が朝のね、7時39分。6月29日の朝の7時39分なんですけど、サバイバー側だとね、なかなか揃わないので、あのー、 殺人機側でやるとね、かなり早くマッチングするので、自分はもうね、殺人機側でやってしまっているんですけれど、うん、あのー、今後ね、フレンドの方々とは、あのー、多分サバイバー側として、フレンドの方とやる場合はやるので、まあ、よろしければね、あのー、プレ a y s t a i d 乗っけておきますので、社長さんってやつなんですけど、まあ、フレンドの方ね、 持ってる方いたら一緒にやりたいので、ぜひ、フレンド依頼とかいただけると嬉しいです。今後、あのー、まあ、動画にね、残そうと思ってるので、あの動画に載ってしまうとい,いやって方は、ちょっとね、うん、やめた方がいいかもしれない。<laughs> やめた方がいいって言うとおかしいんですけど、と思うんですけど、乗っても大丈夫だよって方だったりとか、できたらね、どうせならボイチャーやりながらやりたいので、あのー、ルルカとね、喋りながらやってもいいよって方、もしよろしければ、フレンド登録いただけると嬉しいです。 はい。こんな感じで今回も動画の終わろうと思いますけれどよろしければチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。今回も動画の方を見ていただいてありがとうございました。